今日は僕の予想、これです。見えるか。頑張れ。なんでやねん、3人ながら見てるので。頑張れ頑張れ。感じですよ。仕上がったなという印象を受けますね。力の比べ方が難しいんですが、1番ゲートのコントレイルと9番のグランドアレグリアがどのような戦い方になるのか。そうですね、まあ、なかなかお互いを意識し合うような、ね、ゲームにはなると思うんですけどね、はい。まあ、グランアレグリアに関しては、まあ、ちょっとあのすごい、ね、体のボリュームはね、いいというか、本当に 1000m 競馬の流れにはあの精神面的には取りやすいんでしょうけど、まあ、最後の一晩あたりで顔の程度午前中から細かい雨が降っているんですが、両馬場発表、この馬場、多少影響というのはあると考えますか？今ぐらいであれば、まあ、あの言い訳の効かないような、ね、ほぼ両馬場でした。したらもう硬い、ガチガチや。今日の芝のレースは上がりの3600メートル、いずれも34秒台というタイムで、やはりビシッと末脚を決めないと先頭ゴールはできないという、はい、そんなレースが続いています。スタンド右でのスタート地点、各馬落ち着いて輪乗りを行っているところ、しかしその三強の他にも一角を移せるという馬もいますね。そうですね、始まるで、G1 ファンファーレは先月30日に90歳でこの世を去った杉山浩一さんの作曲。ウィーナーズサークルには創立60年、航空自衛隊中央音楽隊です。KK。あ、出た出た出た。よし、コントロール出た。OK、OK。
そして2番手には6番のソーセンスエリア、外側早め3番手9番のグランアレグリアがつけています。今進行方から2番手にグランアレグリア、さらに4番のポタゼ、それを1馬身から2馬身見る形で今年の佐久翔馬、横山武史とエフフォーリアという体制になりました。カーレンブーキもいいとこにいるな、やばい。そしてコントレイルがここ、コントレイルはここにいます。内側8番のサンデーポケット、外12番のラストトラップと追走している。そしてモズベット11番のムイトブリガード、後方ですが7番のワールドプレミア、さらに16番ユーキャンスマイル、13番のペルシアンナイトがいて、最後方からカーデナという体制。さあ60秒5で前半の 1000m は通過しています。10番のカイザーミドルの逃げ、それをめぐってさあ3強どういう風に動いていくか。コントレイルはエフフォーリアの少し後ろ、そしてそのエフフォーリアから3馬身ほど前、グランアレグリアがいいな、いいな。初めての 2000m、 さあどうか。9番のグランアレグリア、自信を持ってクリストフルメール、最後の直線の攻防、そこから伸びる。グランアレグリア、外からエフフォーリア、もう負けられない横山武史。エフフォーリア来た、フォントレイルを何しねん、行け行け、三冠、あー嘘、おーエフフォーリアだ、すげー、すごい、おーおー強い、これ強いわ、よー、これは強い、マジか、すごいすごい、いやーマジでラストドラフト来てたよ、あ、じゃあ3連覇ってか、あーすごい、これ何倍ついたの、当たったよ当たったね、イエイ、当たったね、イエイ。